俺まで殺すつもりか。あっち行け。クララ、マリア・マルケサが死んだ。知ってるよ、ニュースで大騒ぎしてる。こんな予定じゃ。まあもともと予定なんかなかったけど。タイヤのやつ。ダニー、あんたは今国一番のお尋ね者だよ。気をつけて、ここが正念場だ。分かってる、なんとかするよ。じゃあ。だから俺まで殺す気かって言われたんだ。ダニー、なんとかしないと。ラジオリベルタードをやれば何もかも元に戻ると思ってた。でも違った。タリアはなんかおかしいことをやろうとしてるし、俺は何日も寝れてない。パオロが出てってから何もうまくいかないんだ。でも今ならまだ間に合う。キャンプのやつがパオロを空港で見たって。しかもあのベンベと一緒だったらしい。ダニー、絶対にパオロを行かせないでくれ。タリアを崖っぷちから引き上げられるのはあいつだけだ。俺パオロを連れ戻そうとはしたんだ。でも空港のゲートに着いたら兵士だらけだったんだよ。俺はちびって逃げたよ。俺が兵士が苦手なのは知ってるだろう。ダニー、パオロを連れ戻してくれよ。全部元通りにしてくれ。隠れて動いた方がいいかもしれないぞ。ダニー、向こうは兵士だらけだ。ダメだ、ダメだ。ダメだ。これこっちの方がまだ使いやすかった。強敵だ、兵士だらけだ。パオロを待ち伏せしてるんだろう。証拠か。警報器を壊さないと。おやすみ。パオロ、あんた何をやらかした？真のヤーラ人、ヤーラの英雄、象徴であった我らが文化大臣が命を落とした。この件について多くの政府関係者が。どこなのパオロ。私を説得しようとした。真実を隠し嘘をつくように。しかし私は皆に真実を話すと約束した。マルケサ大臣はリベルタードのテロリストによって無残に殺害された。悲嘆に暮れるつもりなどない。私が望むのは報復だ。タリア・ベナベレス、ダニ。ワンちゃん好きだったのか。チョリソ、こっちよ。証拠やった。
まずいね。パオロはどこ？増援を呼んでみたら。カメラね。行くよ、絶対に見つけてやる。来る、来るな。ベネルアリア、避けろ。何か聞こえたと思うんだよ。くそ、サージャーパコエラ。し、ここにいるぞ。逃がさないよ。オーケー。やあ、この船に移る。待って意味ないか。気をつけろ。どこやった。見逃すな。やれ、チョリソ。逃げられないよ、出てきな。来て、チョリソ。残念だった。気に入ってたんだがな。パオロには国を出るなと言ったのに。ラム氏はどこだ。もはやヤーラはすべて思うがまま。鍵がかかってる。何なのか。いやあ、ロハス。このベンベに会いに来てくれたと思いたいところだが、目当てはパオロなんだろ。パオロはどこ？
本来ならマイアミ行きのファーストクラスに乗ってるはずだった。あんたが売ったのね。いやいや、今回ばかりは俺にとっても予期せぬ出来事だった。俺も兵士に待ち伏せされててな。だから取引したんだ。つまりパオロを売ったと。自由と上前を守るための取引と言ってくれ。だが俺だって鬼じゃない。どこに連れてかれたかは教えてやろう。パオロはバリアルのリゾートにいる。もしあいつに何かあったらただじゃ置かないよ。この情報は確かだ。そんな脅しをするより急いだ方がいいんじゃないか。パオロを捕らえてるのは危険な連中だぞ。Bちゃん、パオロは無事なんだな。さすがヤーラの英雄。黙って聞いて。あいつは捕まった。リゾートに連れて行かれたよ。リゾート？どういうことだ？パオロは無事なのか？そこはいいリゾートなのか？Bちゃん、救出したら連絡する。行きますか。ここからこの参加者のどこかにいるのかな。上行くか。こっちから行ってみようかな。パオロ、聞こえる？パオロがいない。クソ。ここじゃないのか。じゃあこっちか。パオロ、ダニーよ。パオロ。パオロ。落ち着けた。最近の薄い電話は最高だ。進歩に痛みはつきものだ。カスティロに教わった。ビビロを見ろ。アウトキャストのキャンプがあればこそ実現したんだ。身寄りのない君らはいい使い捨ての実験体だ。貧しい連中や社会からあぶれた者と同じく誰も気に留めない。PG240、君たちは毒と呼んでるな。君の血に混ぜたよ。0.5cc、 あとは電話するだけ。ダダニー起きて。会いたかった。しっかりしてダーリン、もう大丈夫。何か入れられた。体の中に何か入れられた。マティアスのとこに早く。わかった、後でな。マティアス、助けてほしい。
ダニー、今は話せない。パオロとタリアがこっちに。クソドクトルに、あいつに毒を使われた。早く体から抜かないと。わかった。じゃあ俺の診療所まで来てくれ。道をまっすぐ北上すればいい。聞こえるか、ダニー。ダニー、悲惨だね。何に入れられた？スマホを体に入れられたの？やばい。車を探そう。徒歩じゃ無理だ。動けだに。マティアスのとこに行くよ。なんでこいついんの。ダニー、科学の進歩のために聞かせてくれ。今どんな気分だ。これは幻覚だ。そろそろ PG240 が血液脳関門を通過したはずだ。黙れ。神経細胞が過度に反応しながら突発的に停止し、潜在意識だけが残るようになる。いいから黙って。体がバラバラになる死に方は避けてくれよ。解剖したいんだ。みんなを検挙してた。違う、みんなじゃなくあんたを探してたんだよ、ダニー。本来なら私はクララのとこにいたのに、あんたにお別れを言うため町に来ることになった。そんなこと知らなかったよ。ちゃっかりリベルタードに収まってさ、私の死体は海岸にほったらかし、あんたが死ねばよかったのに。ごめんね。なんであんたが生き残ったの。どんな気分よ。ちょっとやめて、やめてってば。プエルファノス修理工場、それがお前のアメリカンドリームだ。もっとまともな名前考えろよ。イゾルバー修理工場とかの方が響きがいいだろうが。アレホ、プエルファノスなんて哀れな孤児の慰めって感じだ。俺は今頃アメリカで女を抱きまくってるはずだったんだぜ。でもまさかあんたが死ぬなんて。何もかも突然で。まさか言うことはそれだけか、ダーリン。屋上に俺の死体を放り出して逃げたくせに。あのままじゃみんな殺されてた。頭を打ち抜かれた後も俺には見えてたんだ。こと切れる間際にお前とリタが俺を置いて去っていくのかね。あれをやめて。お前はついてるよな。どうしてお前が生き延び、みんなが死ぬんだ。クソが、今度こそお前の番だ。神経細胞が過度に反応しながら突発的に停止し、潜在意識だけが残るようになる。頭を打ち抜かれた後も俺には見えてたんだ。こと切れる間際にお前とリタが俺を置いて去ったんだ。
アディアス。ダニー待ってろ。パオロ、タリア押さえて。タリアを一人にした俺のせいだ。ベンベの仕業だ。俺たちを撃ったんだ。ダメだ、こんなのダメだ。死ぬ時は一緒だって言ってたろ。ダニー何してる。ダニー聞くんだ、ナイフを離せ。おい、やめろ。バカのお目覚めか。タリアは、ヤーラ一の名医に感謝してくれよ。パオロは外だ、作戦を練るとか。次またあれをやったらもう直してやらないからな。すごいね、ダニー自分で出したの。では今回はここまで。したっけね。Bye-bye.